KPC Channel PDCA School。どうも皆さんこんにちは、高専プロモーションチャンネルタニニでございます。今回はねちょっとエンタメチックな動画でございます。高専テスト前あるあるということでですね、電話つないでおります。もしもし。あ、もしもし、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。高専テクノゼミの川野くんですね。はい、高専テクノゼミの川野です。はい、ということで今回ですね、高専のテスト前あるあるということで、まあ、僕たちが学生の時の、まあ、その、なんて言うんでしょう、過去の話だったり、まあ、こういうお仕事、まあ、指導の中で感じ取れるようなことをちょっとまとめてお話しするってことで、そういうテーマですかね。そうですね。いや、すごい、テスト前ってすごい皆さん、いろいろあると思うんですけど、なんか僕もこれ、谷さんと一緒に作りながら、うわー、これあったわーって、すごいたくさん思い出すことがあったんで、一緒に共感してくれたらというふうに思います。はい、ということでね、皆さん一緒に高専を共通テーマとして、ああそうですよねっていう風に、まあ、うなずき合いましょう。はい、ということで、ちょっと最初お知らせですね、再生リストをご利用なさっているでしょうか。転入の動画だけねちょっと欲しいです。ちょっとねいろいろ混ざっちゃってるからテーマがブーンって思われてる方、こちらのねプレイリストからですね、タップもしくはクリックしていただくと編入リストっていうのがありましてですね、こちらクリックしていただくと、編入だけの動画ということで一覧出てきますので、ぜひともご利用ください。はい、ということでですね、もう実際もう本題に入っていきたいと思うんですけど、川野くん、はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあ谷さんからお願いします。あ、わかりました。じゃあ僕が先行ですね。はい、じゃあ、高専テスト前あるあるその1、テスト科目見た瞬間、愕然っていうことなんですけど、まあ、これどういう場面かっていうとですね、テスト1週間前、まあ、高専によってはもうちょっと前だったりするんですけど、そういう期間、まあ、すなわちテスト期間が始まった時に、あるものが貼り出されます。何かっていうと、学生課の先生ね、職員の方だったり、高専の先生が打ち合わせなど、まあ、忙しさとかを見ながら、まあ、その打ち合わせして、で、それ作った何かっていうと、そう、テストの順番表ですね。そう。そう、この順番で、まあ、そのテストが行われますよっていうものが、テスト週間スタートと同時に、そう、貼り出されるんですよ。そう、これ、何を思うかっていうとね、そう、何これ、めちゃくちゃ重い科目、同じ日にあるやんとか、ちょっとこれね、大げさに多分作ってくれてると思うんですけど、そう、例えばちょっと現実的に話すと、数学が連日だったりとか、なんか、物理、数英、過去微積、哲学みたいな、おい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 、しかもなんで次の日2科目で1科目なのとか、もうちょっとなんか、バランスバランスみたいな。学生課の仲いい職員の先生に、ちょっと何々先生、これどういうことですかって言ったら、先生の都合がつかなかったんだよ、ごめんねとか言われてたんですけど、まあしょうがないですよね。前半きつすぎでしょっていう。これだったら土日とか挟んでるわけですよね。これ、もし運が悪かったら。そう、月課が木金とかだったら最悪なんですよ。なんでかっていうと、もう後半燃え尽きなんですね。たった3項目のために土日を使うって、なかなかやる気出ないんですよ。わかりますかね。ありましたね、それ。そうなんですよ。なんかこう、均等になってくれたりで、なんか何かと偏るんですよ。前半に偏ったり、逆に後半に偏ったりだとか、なんかめちゃめちゃありましたね。そうなんですよ。例えばなんか土日挟んでたら、なんかそう、なんか、なんて言うんでしょうね。まさにこの、なんて言うんでしょう。もうサバイバルゲームみたいな感じで、いや遠くにも敵がいる、でも近くにも敵がいる、どっちから倒そうっていう風に寄せては引いてのせめぎ合いというか、なんかそんなことが起こるんですよね。何からやればいいだろうみたいな。そう、こういう心理戦というか戦略性も、こういったテスト、高専のテスト、まあ、高校も一緒ですけど、まあ、特に高専はちょっと振れ幅が大きいなっていうところは感じてましたね。僕からはちょっと以上なんですけど、一言コメントいただけますか。はい、まあ、そうですね。いや、なんか本当に、もし高専の学生課の先生がこの動画見てらっしゃいましたら、ぜひいい感じにウェイトを分けていただけたら学生は喜ぶんで、ぜひぜひご検討よろしくお願いします。ちょっとごめんなさい、一言お願いします。数学を連日に入れないでください。数学と物理を同じ日にしないでください。数学と物理を同じ日にしないでください。で、欠点が多い専門科目を2科目以上同じ日にしないでください。あとはお好きにしてください。あとは大丈夫です、何もありません。お好きに組んでいただいてね、僕たち頑張りますんでっていう話なんですよ。はい、ということで、すいません、ちょっと個人的な市場が入ってしまいました。以上です。はい、いや、ありがとうございます。めちゃめちゃ面白い、もう最初からあるある、めちゃめちゃ貴重なあるあるをいただきましたね。なんか切り札切っちゃった感ありますけど、いや、ちょっとこれ上回っていけるように頑張りましょう。お願いします。はい、じゃあ次ポイント2つ目あるある2つ目ですねに行っていきましょう。ノートを常日頃から真面目に取ってる人がとにかく人気になるっていう現象、あるあるじゃないですか。なんかこうテスト前になってみんなこう板書っていうの、例えば課題でなんか板書を出さないといけない科目があったりだとか、あるいはこうテスト勉強のためにこう板書を出さないといけない
談笑ちょっと欲しいっていう時にみんながこうわーっていつも真面目な子のところに寄ってってノート見せてノート見せてってノート見せてくれたら過去もあげるよとかいや本当神様とかおごるおごるおごるって言っていつもノートを取りまくってる人のこう机の上にひたすらゴゴティが並ぶみたいなことが結構あの僕のクラスでは頻発していたなっていう風にあった思ったんですけど、谷さんなんかこういうノートを取ってる人がすごいテスト前に人気になるとかってありましたか？そうですね、あの女子学生がやっぱり丁寧に場所取ってる子が多くて、あの情報だったんで4分の1があの女の子だったんですけど、よくあの頼んでましたね。何々ちゃんちょっとごめん、あのなんかねあったらこれ深夜でも質問してきていいから、あの番書見せてくんないみたいな。そうです、あのその人の家庭教師になる代わりにちょっと番書をね拝借するという、なんかよくわからないなんかギブアンドテイクをしてました。いやでもあのギブアンドテイクすることは本当に大切ですよね。たまにいるんですよ、こうノート見せてって言って、あの見せたのに何も返さないというか、ありがとうすら言わないというか、当たり前みたいな態度にするとき、結構そういう人はあの最初はいいんですけど、あの高額になってる人は嫌われちゃってたりとか、なんかそういうことあるんで、しっかりあのノート見せてっていうときは代わりに教えるよとか、代わりになんか過去問を渡すよとか、せめてちょっとジュースおごるよとか、なんかそういうことであのうまくみんなでやりくりできたらいいなっていうふうに思いますね。なるほど、いやめちゃくちゃあるあるですね。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。じゃあ次のポイント、次のあるあるよろしくお願いします。はい、わかりました、ね、ポイントって授業をねやっちゃってるみたいで、そう職業病ですね。すいません、僕もよくあるんですよ。やっててあの次のなんたらなんたらはっていう時に、次のねじゃあちょっと大切なところに行きましょうみたいな授業じゃねえよみたいな。はい、ということでじゃあ3つ目いきましょう。これですね、ギリギリまで授業をする、まあ、先生だったり授業はちょっとねドン引きしちゃってましたね。うん、いやなんでギリギリまでなのって話なんですけど、まあその先生がね、あのちょっと最初ゆっくり進めちゃいすぎて、例えばテストが木曜日からって言ってるのに、まあ、火曜日とか水曜日に最後のテスト範囲が終わったりしたりするんですよ、時々ね。うん、毎回多分1科目あるかないかぐらいの頻度だったと思うんですけど、まあ、先生はねもうちょっといろんな科目がね、受験しなきゃいけませんから、学生もうちょっとなんか最後ね演習一コマフリーのコマ取れるぐらいのなんか余裕でやってほしいなってすごい思ってました。いや間違いないですね。なんかたまにいらっしゃいますよね、うん、こうあの、うん、その科目だけあの先生学生その科目さえ受ければいいと思ってませんかっていうような先生いらっしゃいますよね。確かに何か、うん、僕の科目は、まあ、そんな難しくないから、でも僕たちは学生側はあと13科目14科目あるんですよみたいな。いやそうなんですよね。しかもそういう科目に限ってこうテスト週間の前半にあったりして、本当に対策が大変すぎるとか。ショックですよね。いや本当にあるあるですね。うん、まあ、これも本当に皆さん共感してくれたら嬉しいと思います。はい、うん、はい、じゃあ次の、あるあるに行きましょう。またポイントって言っちゃいそうになりました。はい、次のあるあるに行きましょう。はい、はい、過去問、あの渡ってくる過去問ですね、の先輩の名前がめちゃめちゃ同じというか、全教科同じ先輩が並べてあるみたいな。だからこうもうなんかもう何々先輩ってあのいう人がもういて、その人本当に神様だなっていう思うことないですか？まあその先輩の顔もで学年も知らないんですけど、その先輩のおかげで単位が取れましたっていう方めちゃめちゃ多いんじゃないんでしょうか。しかも特にそのかあのなんでしょう、あの重宝されるのが点数が高い過去問ですよね。なるほど。そうですよ、たまにいるんですよね、こう点数が高くてかつ全部90点とか取ってるのに、かつ過去問を残してくれてる先輩みたいな、うん、もうみんな何々先輩の過去問持ってるみたいな、もう特定の名前で過去問を収集してる友達もいたなっていうふうに思います。谷先輩、こういうなんか先輩が同じ先輩の名前ばっかりとか、なんかそういう経験とかあったりしましたか？いやありましたね。なんかもうあらかじめ後輩に残すっていう前提で丁寧に解放書いてるんじゃないかっていう疑いまで出てましたね。で、あの同じ先輩いたんですけど、実はですね、あのつい今年度ですかね、あのそのずっと同じ名前の先輩の過去問に、ね、載ってた先輩がですね、実はストレートで博士課程を終えられて徳山高専に就任なさってたんですよね。先生として、あの過去問の人先生に、高専の先生になったのみたいな。過去問の先輩、そう過去問の先輩、今年から先生みたいな。いや本当にもうそういう人なんでしょうね、おそらく、あの、うん、うん、っていうふうに思いました。うん、で僕もなんか一部得意な科目とかはしっかり解いて、あの後輩に残すということをしてたの
ので、多分一部なんかそういうふうに語られてほしいなっていう淡い願望がありますね。確かに、それはちょっと嬉しいですね。ちょっと全然触れ合いがなかったような学年から神格化されたような扱いされて嬉しいですよね。いや、そうなんですよ。これちょっと最後ちょっと一言を言及したいんですけど、先輩のその解き方とか解放を見ながら、意外と先生が至らなかった説明とか授業でわからなかったところが、あ、これってこうしてるんじゃねみたいな友達と言い合って、あ、何々先輩の学問で理解できた、よしよし、みんな怖い、教えてやるみたいな。いや、都高生の先生、教え方上手じゃないじゃんみたいな。そういった一コマもありましたね。めちゃめちゃ、すごい気持ちわかります。なんか、そうですよね。教える上手い先生ももちろんたくさんいらっしゃるんですけど。まあ、もちろん、もちろん。うん、でもやっぱりこう、研究のタイプといいますか、研究一つの先生とかすごい分かりにくい、いらっしゃいます、いらっしゃいます。いらっしゃいますよね。いや、そういう時は本当に、過去も先輩の解放をめちゃめちゃ助けられたなって、思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後、5つ目のあるある言ってもらってもいいですか？はい、ありがとうございます。ちょっとね、3つ目ですかね。3つ目じゃない、最初ら辺ちょっと言っちゃったと思います。そうですね、あるある1つ目でちょっと言っちゃったんですけど、そう、日程表が貼り出された後、そう、こういう風に戦略回帰になっちゃうんですね、自分の頭の中で。谷に A、谷に B、谷に C みたいな感じで頭の中で出てくるんですけど、いや、お前さ、あの科目分かってねえだろ、お前、寝ただろ、この前。あ、そうだった。でもそれってさ、後半にあるからまだやらなくていいよね。いや、でも課題があるからさ、うわーみたいな感じで、やっぱりこういう風に、カレンダーの前でこうなっちゃうんですよね。なので、あるあるとしては、テスト日程発表後、まあ戦略会議、脳内会議っていうのが、まあ出るかなっていう。そう。まあこれも重なると、場所取ってないから何やんちゃんに借りなきゃっていうのも、まあ、ボーってトゥードゥーリストが出てくるんですよ。はい。っていうのが、まあちょっとあるあるかなっていう僕からのコメントでした。ちょっとコメントいただけたら嬉しいです。めちゃめちゃあるあるですよね。これ、本当にテストのボードが張り出された瞬間から急にこう、勉強のやり方をガラッて変えて、優先度を整えて、やってたのすごい思い出しますね。なんか本当それまではなんかそれぞれなんか、なんて言うんでしょう、なんか数学のワーク宿題に出そうだなとか、なんかここをちょっと勉強しとくか、なんかそのなんか全体的に均一な勉強したと思うんですけれど、もうスケジュールが張られた瞬間から一気に変わりますよね。そう、なんかいきなりなんか部活のコーチみたいになって、そう、何々はどこどこ、あ、そう、あれだ、例えるとすれば、AED の指導コーチ。僕今呼んでます。そう、あなたは救急車、あなたは AED を、あなたは何々をしてください、みたいな感じで、そう。ちょっと今言おうとしてたんですね。なるほど。まあ、そんな感じですかね。うん、そんな感じですかね。いや、でもこれめちゃめちゃ大切ですね。結構、テストの点数ってここが左右するところありますよね、成績は。いや、本当に。うん、同じ量やるにしても順番とかめっちゃ重要なんで、かなりここ重要。うん、点数左右するかなと思いました。いや、そうなんですよ。本当科目数が多いんで、高専は15科目とか多い時あると思うんですけど。詰め込みなかなか鍛えられますよね。本当に、もう僕、4年生の前期が一番ピークでしたね。16だったんですけど、なんか1日ありえない日があって、4科目って時がありましたね。で、なんかそのガチでクレーム入れたんですよ、学校に確か。そしたら来年度から改善されてました。おお、それはすごいですね。めちゃめちゃ嬉しい後輩でした。確かそうだった気がします。学生会に乗り込んだんですか？おそらく僕はやってないんですけど、なんか誰かがなんか突撃してましたね。それは怒りますよ、本当に。まあ重要です。無理ですよ、なかなか。まあ一応お金払って言ってますからね、言う権利はあると思います。いや、そうですよ。しかもそれでもしかしたら留年してしまう人だっているわけで、本当そこは重要ですよ。人生かかってる、はい、ということで、以上ですかね。5個、はい、ありがとうございました。あ、面白かった、めっちゃ楽しかった。またやりましょう。またやりましょうね。あるあるネタどんどんやっていきましょう。はい、じゃ、ということで、最後ちょっと駆け足でコンテンツ紹介宣伝させてください。はい。こちらですね、Q の版ですね、エディションからですね、新しく、本日ちょっとね、タイムリーで届いたんですね。1月25日に届いたんですけど、こちらをどんどん執筆していく予定ですね。線形代数、微分積分、来年度2年生になる学年、すなわち今1年生の方が対象になっています、こちら。で、それ以上の学年はこちらの古いエディションなので、間違えてご購入なさらないように。で、この緑とオレンジのものは、3月ぐらいから、プレイ募集というか、前募集っていうのをかけたいと思ってます。青い方はすでに、現1年生対象ですね。あ、ちょっとこれテスト勉強効率的になりそうだなとか、ちょっと数学5、60点ですっていう方、しっかり活用していただきたいなというふうに思ってます。ちょっと一言コメントいただいてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。なんかよくワークとかで宿題がありますよね。なんかこの宿題、何ページから何ページまで宿題やってください、ノートを提出してくださいっていう時、あれめちゃめちゃ辛いですよね。いや、決して、この谷にさんの教材を移せばいいって、それをお勧めするわけで決してないですよ。でも、それを一人で解決するのは難しいっていう時に、すごい頼れる教材かなとは思うんで、ぜひぜひコメント欄から、ぜひ利用していただけたらと思います。
ありがとうございます。コメント欄概要欄に貼ってます。で、あと教科書2000円、問題集2000円って分けて買うこともできるので、両方ね、絶対4000円で抱き合わせで買わないといけませんってなんてことはないんで、柔軟にお買い求めください。はい、お付き合いいただきありがとうございました。で、最後にですね、こちらのスライド、高専テクノゼミ出口サポートというふうに書いてますけど、塾の宣伝の方少しよろしくお願いします。はい、高専テクノゼミは、今スライドの右側に書いてますが、高専の進級留年対策ですねと、大学編入の対策をオンラインで塾をさせていただいております。今はマンツーマンを中心に、実際に高専を卒業して旧帝大とかに編入された講師の方々と、もうマンツーマンで指導させていただいています。ちなみに今後期後半試験がもう少しずつ早いところではもう始まってるんですよね。で、そういうところで少しずつ何て言うんでしょう、結果といいますか、実際に塾ではどういう結果が出てたかってちょっとずつ上がってきてるんですけど、この前今回の後期試験1人目の学生が物理が帰ってきました。して点数が5、60点前のテストより上がったと報告をいただきました。すごい僕も嬉しくてめちゃめちゃ嬉しかったんですが、もう皆さん高専テクノゼミの講師全力で支援させていただきます。本当に今進級が難しい方とかもいらっしゃるかと思うんですけれども、ぜひぜひ相談だけでも乗らせていただけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、本当ですね、本人のやる気次第だと思うんですけど、本当に悩んでて、ね、正しい方向さえ示してくれればそこに向かって走りますよっていう覚悟がある人は絶対に伸びると思うので、逆にやっぱりちょっとね、丸投げでなんか魔法みたいに上がるのかなっていう方はちょっと見直して、サービス検討なさるとより良いサービスが受けられるかなというふうに思いますね。そうですね、塾はもちろん方向をすごく正しい方向に導きますが、やっぱり走るのは塾生のご自身だと思うので、そうはい、これも学年関係なしに、これもごめんなさい、学年関係なしにすごい思いますね、それは。そうですね、いや本当に一緒に塾と塾生学生さんと一緒に協力できて、伴走する形で頑張れたらなというふうに思ってます、はい、そうですね。じゃあちょっと表紙の方に戻っていただいて、最後、はい、締めに入りたいと思います。高専テスト前あるあるということで5つほど挙げさせていただきました。皆さん共感する点あったでしょうかね。これあるあるじゃんっていう風に思っていただけたら、高専共通テーマとして、リンクしたってことで、ね、嬉しいことです。はい、菅野くんも今日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今回の動画締めていきたいと思います。それでは一緒にお願いします。はい、あなたの選択肢に高専を。PDCA スクール。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.